日本最古の秘密結社、ヤタガラスの正体がついに判明しました。ヤタガラスとは日本神話において、三本足のカラスとして登場し、初代天皇である神武天皇を大和の地に導いたと伝わる神で、日本サッカー協会のエンブレムとしても有名です。しかし、このカラスの姿は単なる比喩で、その正体は実在の人物、及びヤタガラスという集団のことを指しているとも言われており、世界最古の秘密結社とも言われている。 という都市伝説は皆さんもご存知なのではないでしょうか。その役割は、裏で天皇に支える祭祀のような存在で、時には裏天皇として日本を守ってきた存在だと言われていますが、いまだに謎に包まれていることも事実であり、情報自体も少ないことから都市伝説としての息を出ないものとして扱われてきました。本日は、秘密結社、ヤタガラスとはについて、探求していきましょう。ヤタガラスの正体、秘密結社、ヤタガラスは、キビのまきびが創始したとされていて、 その正式名称はヤタガラス音形堂と言われており、この音陽堂の部分にこそ、ヤタガラスの正体を紐解くヒントが隠されていると言えます。結論から言えば、秘密結社、ヤタガラスとは、音響堂などを用いて、天文、風水、学問、科学技術に優れた呪術者集団であったと考えられます。キビの巻人は奈良時代の人物で、その羊はカモシと言われています。カモシとは、奈良の葛城を本流とする種族で、 アジスキ・タカヒコネという神を祖神としています。このアジスキ・タカヒコネこそ、日本神話において神武天皇を導いたとされる八田ガラスなのです。このアジスキ・タカヒコネは日本神話において、大国主の御女の子供とされていて、この大国主の御女は、聖刀竹内文書では、かつて日本から世界各地に散らばった、16人の人物のうち、シュメールにたどり着いた一族の出身の人物であると記されています。聖刀竹内文書については、 別の動画で解説したいと思います。解説を聞きたいという方は、コメントで教えてください。また、カモシに連なる種族に、縁の行者に代表される縁氏があり、縁の行者こと、縁のオズヌは、山にある神が宿るとする、木や岩などの自然物を拝みながら、山中を駆け巡り、厳しい修行に挑むことで、自らの力を高め、人間の潜在的な能力を引き出す存在になるための修行として、修験道を開いた人物とされています。つまり、 古代の日本人は、山などの自然を神聖なものとして、恐れう,やまう心を持っていたと考えられます。では、山での修行で得られる力とは一体どういったものなのでしょうか。古代において、重要な役割を担っていたと考えられるのが、巫女やシャーマン、呪術師、恩陽師といった人々です。彼らは気象や天文学、風水や建築といった高度な知識と、自然の力や、人間が本来持つ霊力などをコントロールすることで、 高次元な存在としての役割を担っていました。恩苗寺たちは、龍脈という大地の力の流れを重要視しました。現在でもパワースポットと呼ばれる場所の多くは、この龍脈の上に存在しており、神社や霊山が持つパワーは、皆さんも感じることができると思います。縁の行者をはじめとする修験者たちが修行した場所も、これらの霊山や連山と呼ばれる場所でした。古代の日本人は、山に何を感じていたのでしょうか。漢字の山ではなく、山とカタカナで表記すると、 わかりやすいかもしれません。神武天皇が国を治めた場所に、大和という名がついたのではなく、大和で国を治めた。つまり、もともとその場所は、大和と呼ばれていたのです。この大和は、大和とも表記されますが、山の門大和という意味でも表記することもできます。つまり、周囲を山で囲まれた場所であることに、意味があるのではないでしょうか。日本語には、同音異義語があり、それを区別するために漢字を使います。例えば鬼。 漢字で書くと鬼これは単純に妖怪や化け物としての鬼以外にも、鬼には恐ろしい人、いや、大きい人、としての意味もあると言われています。これは物理的に大きい巨人ではなく、自然の中で人通力とも言えるような、巨大なパワーを宿した人物を指して鬼とする、異形の念から来ているとも捉えることができます。神話上のヤタガラスも、ヤタの巨大なカラスとして、描かれていることからも、普通ではない、特別な力を持った存在であることがわかります。 そしてなぜカラスなのか。カラスと関係がある場所こそ、山なのです。古代の人々にとって、山とは、属性と隔絶された場所とされていました。山には、高い山と深い山が存在しています。主元者たちは深い山を修行の場に選びました。深い山とは、どこまでも木々が生い茂っている山をイメージすることができます。ヤタガラスと関係が深い熊の後は、世界遺産に、紀伊山地の霊場と山系道。 としてて登録されている通り、古くから信仰の対象とされた深い山でした山や森に一歩足を踏み入れた際に感じる暗さやピンと張り詰めた空気は神社で鳥居をくぐった際に感じる雰囲気と似ていますつまり山とは神々や地味猛寮がばっこしているとも感じる世間とは切り離された特別な空間だといえます日本には昭和まで定住地や戸籍を持たない傘下と呼ばれる山の民が住んでいました彼らは文明とは切り離された山の中で 独自の文化とと生活を育んでいいいまましたそしたたそててて彼ららは身体能力に優れれおり呪術なども用いたと伝えられていますつまり山とは日本でありながら日本ではない場所と言えますそういった事実からも山で修行することは特殊な技術や知識パワーを体得することにつながりそういった力を得た修験者たちを人々は天狗屋鬼と呼んだのではないでしょうか天狗の格好はまさしく修験者のものと一致しますし 天狗が使う力を人々は神通力と呼びました。神に通じる力と書いて神通力。山での修行で得られる能力とは、属世の人々からすれば、神にも見える力だったと推察できます。天狗というと、蔵間天狗が有名です。蔵間天狗は、源義経と修行をしたと伝えられていますが、この蔵間天狗とは、主験者のことであり、人々は蔵間天狗を、カラス天狗と呼びました。古代人は、山と天狗、カラスを関連づけて考えていました。 カラスは夕方になると山に帰ります。つまり古代の人々は、カラスを見て、神がいる山に帰る存在、神の使い、と捉えたのではないでしょうか。古代の人々が山にこもり、何を得得しようとしたのか、その鍵を握るのが、金属です。金属はもともと鉱石を加工して作られます。そしてそんな鉱石が採掘される場所が山なのです。山には木々が生い茂り、鉱石が採掘できる洞窟などもあり、水も存在しています。手つかずの山とはつまり、 地球の本来の姿そのものだと考えることができます。つまり自然エネルギーに満ち溢れた高次元の空間として、古代人は山と向き合ってきたのです。話を秘密結社、八タガラスに戻します。鴨氏の祖先であり、八タガラスの正体とされる、アジスキタカヒコネは、神武天皇が、大和で国を治める手助けをした。その際、大和の地を神武天皇に譲ったのが、ニギハヤヒと呼ばれる神でした。このニギハヤヒは、モノノベ氏の祖神と言われています。 物のべしもまた、古代の有力な種族で、製鉄技術に優れていて、朝廷に仕えたとされています。きびのまきびや縁の行者、安倍の生命の師匠である、鴨の忠行を輩出した陰陽道の体系、鴨氏、製鉄技術に優れ、軍事を司る物のべし、ユダヤ系渡来人とも言われていて、大陸の知識を持っていたとされる果たし、つまり、呪術や武術、製鉄技術や土木技術、天文学や医学などの科学的知識といった、 各分野のエキスパート集団が、皇室と国体の防衛のために、集まった組織こそ、八タガラス音明堂なのです。秘密結社、八タガラス、現在、公開されている情報によると、秘密結社八タガラスは奈良時代、キビのまき火が、聖武天皇の密着により、結成された集団とあります。八タガラスは、天平時代から幕末にかけて、主にカバラと呼ばれる秘術を書くとした、神道、音明道、宮中祭祀を執り行い、京都御所における、 食事や掃除、弱みに至るまで、天皇や内廷皇族の日常的な事柄を、一手に引き受けていたとも伝えられています。カモシに連なるキビのきびや、カモの忠行といった恩苗児たちが、ユダヤ教に伝わる神秘主義、カバラを用いていたことは、近畿地方にレイラインや、五ぼ星といった、巨大な結界が見受けられることからも、事実と見て間違いないと考えられます。また、天皇の身に危険が及ぶ事態が起こった場合、聖号院に連れて行き、 事態が収束せずにさらに危険が拡大すれば、聖和院からあらかじめ決められた、極秘の道に従って神社や寺等を点々として、最終的に天皇を奈良吉野に逃がす役割を担っており、この間に滞在する神社と寺の主は、すべて八田烏の構成委員、またはその血族者で固められていたといいます。奈良吉野といえば、八田烏が神武天皇と出会った場所です。有事の際、天皇を逃す場所として吉野を選んだ理由は、 カモの本流が治めていた場所であるためではないでしょうか。八タガラスは、下鴨神社境内にある、ただすの森、河合神社を仮本僧と位置づけていて、組織内では、カモタケツの実の巫子と、旗の色具、縁のおずぬ、聖武天皇、八タガラス海藻の、キビの巻き火を祭人として建て祀っています。また八タガラスは、大カラスと呼ばれる三人の実質的指導者がいるとされ、三位一体で、禁止という称号で呼ばれ、 俗称で裏天糸と,と,というのは、日本書紀に記される存在で、神武天皇を導いた存在ということで、八ラスと同一視されています。八ラスは江戸後期、徳川家定の時代から、幕府や朝廷が、次第に恩平堂や八ラ烏の祭祀儀礼に頼らなくなっていったことから、その影響力が体調傾向になりました。続く明治時代では、八ラ烏とは縁がない、薩長土妃出身者が指導する、明治政府が、 神仏藩前令や神社合司令、剣社禁指令、主言禁指令等の形で、直接、関節の弾圧を行ったことで、大日本帝国憲法が交付される頃には、解体寸前まで追い込まれるほど、衰退の危機に瀕したといいます。しかし、その後も八田ガラスは存続し、岡山県創社市上原や、高知県加賀市で、上原大夫や、伊ナギ流と呼ばれる、恩苗寺村を築いたり、東山光や、 内田良平などの人物を代理人として、反対性的な政治活動をさせることで、勢力拡大を図ったとされています。ヤタガラスのメンバー、近代日本でヤタガラスのメンバーではないか、と噂されていた人物がいます。それが、安岡正宏。彼は、日本の疫学者であり、哲学者であり、思想家です。彼は、昭和期における、日本のフィクサーと呼ばれている人物です。歴代総理大臣。 佐藤栄作や吉田茂が師匠と呼ぶ人物で、経済界でも、松下幸之助などの企業家三菱や住友といった財閥の幹部までもが、彼を師と仰いでいたと言います。また、平成という言語を考えたと言われている人物でもあり、玉音放送の草案を作成した人物ともされています。そんな政財界に関わる、重要人物である安岡正宏が、八タガラスとどういった関係があるのか。それを紐解くヒントが、彼の、疫学者という肩書です。 疫学とは東洋における根幹をなす思想のことで簡単に説明するとこの世界は陰と陽で成り立っているとする考え方です男と女天と地メイとアンオントレイ文と部どちらが強すぎてもいけないしどちらが欠けてもいけない陰と陽というと思い浮かべるものは陰陽道だと思います陰陽道の根幹もこの疫の思想から来ています武道においてもこの思想は重要で日本や中国が発祥の武術は 相手を壊すことを目的とする、西洋の格闘技とは違い、自分と相手との調和を重視しています。東洋人がたどり着いた根幹であり終着点こそ、駅というものなのです。駅の思想の中には、言霊などに代表される文字や名前の一文字一文字に意味を込めるというものもあり、生命判断も、この思想を元にしています。また現代でも、占いにはこの駅学が用いられており、六世戦術としても知られる、細木和子氏も、 疫学者としての安岡正宏を支持していました。占いにも用いられる疫を知ることは、世界を知ると言っても過言ではないほど、東洋において重要なものであるこの思想は、インド、中国、朝鮮半島、そして日本で見られ、東洋の文明が、精神文明であるとする、ガイア理論とも一致します。ガイア理論については、以前こちらの動画で解説していますので、ぜひご視聴ください。先にも述べた通り、幕末期や明治期には、 西洋諸国との関わりが強くなっていきました。西洋の思想は科学的で、論理的で、合理的な考え方と言われています。確かに西洋の文化を取り入れた結果、日本は高度経済成長を経て、一時は世界一の経済大国にまで成長しました。しかし安岡は、文明が西洋化していく中で、東洋の考えである疫を研究し、疫学こそ日本人に必要な思想だと考えました。そして、 彼自身の考えを教え広める目的で設立した私塾が、近畿学院です。金野には鳥が、安岡の思想と技術を受け継ぎ、日本を支える金視へと成長する。そういった意図を持って、この名前を付けたと考えてもいいのではないでしょうか。しかし、GHQ による政策により、戦後、この私塾は解体されてしまいました。GHQ にとって不都合な思想や、技術を持っていたのは想像に難くありません。実際、歴代総理大臣に、 日本の黒幕は誰かと質問すると、全員が口を揃えて、安岡正宏だと答えたと言います。昭和の日本を影から動かした、安岡正宏は、八田ガラスだと言えるでしょう。このように、近現代においても、勢力や影響力は前世紀よりも劣るのは事実ですが、間違いなく、八田ガラス音苗堂という組織と、思想は続いています。八田ガラスからのメッセージ。平成の時代は、都市伝説としての秘密結社、八田ガラスについては、 触れてはいけない雰囲気があったと思います。しかし、ここ数年は YouTube 上でだんだんと情報がオープンになってきているという雰囲気を感じることはありませんか例えば、古来から伝わる古武術の技術の一端が公開されたり、古代日本人の身体操作技術、腰古伝の情報といった、門外不出の情報が解禁されたりし始めています。これは、彼ら、ヤタガラスからのメッセージだと受け取ることができます。ガイア理論によると、 今は日本の時代だとされています。彼ら、ヤタガラスから見て、日本が転換期に入ったことを知らせるメッセージなのか、日本人が意識を変える必要があることを知らせる警告か、最近、東洋文化に再びスポットが当たっていることにもつながります。世界最古の秘密結社とされ、日本の歴史の影に存在するヤタガラス、その思想と役割を継ぐ東大のメンバーは、今日も日本という国を守ってくれているのではないでしょうか。以上、秘密結社。 ヤタガラスとはについて探求してみました。もし、このテーマについてのご意見や情報がありましたら、コメントで教えてください。また都市伝説探求機関公式 X を始めましたので、こちらもフォローをお願いします。それでは、次回もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。